ファランクス CIWSCIWS CI は、艦船を目標とするミサイルや航空機を至近距離で迎撃する艦載兵器の総称であり、股間防御システムの一つである。日本語では、近接防御下記システムなどと訳されている。なお、アメリカ及び、NATO 諸国では CIWS と一字ずつ発音するが、CWIS と呼ばれることもある。近代的な海軍では、 航空脅威に対する軍用艦艇の自己防空は艦隊レベルのものから股間レベルのものまで装備されている。特に性能向上が著しい対艦ミサイルに対しては艦載機や対空兵装の充実した艦船によって広い範囲での防空網の構築が行われ、長射程や短射程の艦対空ミサイルという射程の異なる複数の対空兵器によって 多層的な防御が行われている。典型的な多層防御では、長射程の艦隊防空ミサイルにより迎撃が行われ、次に、股間防空ミサイル及び 76mm、127mm 砲などの火砲により迎撃が行われ、CIWS が最も内側での防御を担当する。同時に、チャフやフレア、ECM などの非破壊的な対抗手段により、 攻撃の無力化が図られる。CIWS の運用にあたっては、実際の弾道とコンピュータの弾道計算との比較試験を定期的に行い、射撃精度を常時維持しておく必要がある。またそれに加え、実際の使用時も CIWS のレーダーは、自分自身が発射した弾も追尾して、発射角を修正する機能がある。一般的に CIWS の有効射程は、 数キロメートル程度であり、対処可能時間が数秒マイナス十数秒ほどと短時間のため、目標補足から初段発射まで短時間に対応できる、速応性と高い命中精度及び目標を確実に撃墜できる、高威力が求められる。高速で接近する大型の対艦ミサイルに対しては、小さな砲弾が数発程度命中しても、弾頭部の作薬を起爆するなど、 十分に空中で破壊できなければ、高速運動体であるミサイルの残骸が、推進剤や弾頭部の作薬とともにそのままカニへ突入してくる可能性がある。CIWS は艦船にとって、ほぼ最後の迎撃手段となるため、搭載する艦船のレーダーなどのセンサー、下記管制装置に依存せず、捜索から目標補足、攻撃までの一連の動作が自動化されていることが、 望ましいとされる。アメリカ合衆国では、対艦ミサイルの脅威が認識され出した1970年代以降、シースパロー艦対空ミサイルと並んで、開発、導入されたのが、ファランクス CIWS である。しかし、ガトリング機関砲を迎撃手段とするファランクスでは、高速化する対艦ミサイルに対応しきれない恐れが高まった。対艦ミサイルを撃墜できたとしても、 破片などがそのまま船体に突入して被害が出る可能性が懸念されるのとバルカン砲では数十秒で弾丸を打ち尽くしてしまうために対艦ミサイルの飽和攻撃には対応できないことが指摘されたこのため遠距離での迎撃を可能とする赤外線誘導ミサイルを使用した RIM-116 ラムが開発されたがファランクスを完全に代替するものとはならず 特に大型艦では、今後も両者が併用される。また、アメリカ海軍が2種の沿海域戦闘艦で採用した、ボホース 57mm 砲は、チグズと呼ばれており、CIWS の役割も兼ねる。開発中のズムールと旧ミサイル駆逐艦でも、副砲としての搭載が予定されていたが、対集艇用の 30mm 機関砲に変更され、 CIWS は搭載されないことになった。米国の水上戦闘艦艇の多くが CIWS を後部に1機もしくは相互の社会をカバーできる2機を前後ないし両源に装備している。航空母艦や揚陸艦などの大型艦は艦の重要性や偽装スペースに余裕があることから3機、ないし4機を船体各所に搭載している。 対艦ミサイルを欧米に先駆け実戦配備してきたソ連海軍は対艦ミサイル防御の最終ラインを担う CIWS についても率先して実用化導入を行ってきた主として対航空気用の AK-232 続き AK-630 を実用化ミサイルと機関砲を組み合わせた複合型 CIWS キャズ N-1 も他国に先駆け実用化し、採用している。AK-230 ないし AK-630 は2機1組で構成され、駆逐艦、またはフリーゲートでは2機もしくは4機、航空母艦や巡洋艦などの大型艦は6機、もしくは8機を搭載している。イタリア海軍などでは、ダルドシステムを CIWS として採用している。また、 ダルドシステムに使用する砲に、オトメララ 76mm スーパーラピッド砲など、中高径砲を使い、ストラレス誘導砲弾を使用するシグーズも開発されている。主な CIWS システムは、以下の通り。アメリカ合衆国オランダソビエト連邦、ロシアスイススペインイタリア中国対艦ミサイルを物理的に無力化する方法としては、ミサイルの誘導、操縦機能を破壊する。 コントロールキルと弾頭を直撃破壊するウォーヘッドキルが考えられる。海上自衛隊が CIWS を導入するにあたっては前者の武器体系であるイタリアのダルドシステムと後者であるアメリカのファランクスが比較検討された。なお、シグナール社にも訪問したと伝えられるが、同社のゴールキーパーは候補とされていない。しかし、ダルドシステムは 評価が魅了であり、実績という点で導入するのに躊躇せざるを得ないこと。また、コントロールキルでは、コントロールシステムを破壊してもミサイルはそのままの、深度で飛来し、艦に損害を与える可能性があること。また、実際にコントロールキルされているかどうかの確認が難しいことなどから、ウォーヘッドキルであり、アメリカ海軍で徹底的な評価に合格しているファランクスが選定された。 しかし、ファランクスの 20mm バルカン砲が使用する通常の総弾頭付け鉄鋼弾ではミサイルの弾頭を確実に破壊するには威力不足であり、一方、アメリカ軍で採用している貫鉄力の高い劣化ウラン弾は国内事情から導入が難しく、その点がファランクス導入の障害となっていた。だが、日本同様劣化ウラン弾を導入できないオーストラリアにおいて、 タングステンダンで代用しても目的が達成できるため採用したという情報を得、日本でも技術研究本部にてタングステンダンを開発することによりファランクス導入の決定がされた。最初のファランクスは1981年収益の護衛艦クラマに搭載された。その後、タングステンダンは86式 20mm 機関法用鉄鋼弾薬法として実用化。 導入された。この砲弾が導入されるまでは、HE 弾が使用されていた。もともと関西兵器 CIWS のものである装置が一部のシステムはそのまま陸上に設置して、施設防衛用の対空砲としたり、陸上車両に搭載して自走式対空砲に転用されている例がある。ファランクスと相似した陸上設置用二十ミリ対空機関砲システムに、 バズがあり日本では航空自衛隊が基地の防空システムとして採用している。また、アメリカ陸軍はロケット弾や迫撃砲弾などを空中で迎撃する数種の兵器システムとしてカウンターラムを開発中である。一方、中国北方工業講師は2004年に730型と同型の機関砲とレーダーを8輪駆動トラックに搭載した。 陸立2000近接防空システムを発表した。これは、8輪駆動トラックの後部に、レーダーと機関砲を搭載したマウントを設置し、砲塔と操縦席の間の走行区画に砲手が乗り込み作動させるものである。730型との違いは捜索レーダーがないことで、指揮車両が敵機を捜索して、情報を6両の陸立2000に伝達できるようになっている。 陸縦2000には、ロシア製の8輪駆動トラックに CIWS を搭載し、TY-90 短距離赤外線、誘導ミサイルを搭載したガンミサイルコンプレックス化した改良型もあるが、地上用に用いるにはシステムが大きすぎ、また、原型の730型が高価であることから配備は進んでいないようである。戦車をはじめとする陸上戦闘車両は、装甲板による、 直接防御による対弾防御手法が主体であり、CIWS を含む関西対空兵器のように、飛来する敵弾その他の脅威を積極的に撃墜して対処するという発想があまりない。そんな中、ソ連が開発したリーナやドロースとイスラエルが開発したトロフィーは、その稽古な例といえ、これらはアクティブ防護システムと呼ばれる。 ネイビースワップスアウトアンチスワームボートガンズオン DDG- セニエスハトアタメララダートストレイルズ YouTube 動画日本周辺国の軍事兵器武田純一同再生された空母ワリアーグ中国氏が伝える改造の技術的内幕世界の感染第750種回認者中国の最新式11重心超音速ミサイルキラー ギズモード日本周辺国の軍事兵器 LD-2000 近接防空システム、アルゴノート、月間パンツァー2005年12月号、T-80 戦車シリーズの開発と発展、参照。ありがとうございます。